ヤグタウンです。毎日讃岐うどんの動画アップロードしております。今回はこちらの4店舗を一気に見ることができる動画の方を作ってまいりました。ということで、ぜひ最後までご視聴ください。ということで、今日は香川県丸亀市にある桃山亭丸亀本店さんの方へ向かっていっております。それではこの桃山亭さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.26 点、そして Google の点数が 3.5 点となっています。営業時間は11時から夜の21時まで、定休日はなんと年中無休です。車で来た場合、駐車場はスーパーのハローズを使っていいのでとても広いです。電車の場合は最寄り駅が丸亀駅、 1.7 キロほど離れてて徒歩約22分程度の位置です。周辺のうどん屋さんとしては、タツさんであったり赤道さんがある大体あの辺り、おすすめは肉ぶっかけです。香川県には観音寺と丸亀に、岡山県には4店舗展開しているお店、うどん屋さんには珍しく夜も開いているお店で、つい最近店内改装した綺麗なお店になってます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こちらはセルフ形式のお店になってます。今回は看板にも大きく書かれている肉ぶっかけの冷やしょうを注文します。肉ぶっかけの冷やしょうで、こちらはスーパーの敷地内にあるので、すごく寄りやすくて駐車場も広いので止めやすいです。こじんまりしたお店が苦手な方も入りやすいです。はい、ありがとうございます。こちらに来たら僕はいつも同じ天ぷらを取ってしまうんですけど、このアナゴの天ぷらすごく大きくて、ついつい奥の天ぷらを見る前に取っちゃいます。それではお会計です。お願いします。肉ぶっかけのショーとアナゴの天ぷらがお一つです。お会計670円です。はい、天ぷらおにぎり使ってください。はい、仕事のせいまで有効です。はい、ありがとうございます。こちらでお願いします。はい、ありがとうございます。それでは薬味を入れていきましょう。ネギ、天かす、生姜とかは他店と同じく置いているんですけど、ちょっと珍しいのが昆布の佃煮。こういう無料のトッピングがしっかりしてると嬉しいですよね。それではお部屋を入れて好きな席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。奥には座敷、テーブル、そしてカウンターも揃っている LED のとても店内明るい綺麗なお店です。
それではいただきます。麺はしっかり締まったコシを感じる中細麺、つるつるとしたみずみずしくてテカリのいい麺肌でした。すすり心地が良くて喉越しも良かったです。麺自体にねじれがある冷やに合ううどんだなって思いました。だしは結構濃いめな醤油ベースの出汁です。ぶっかけらしいすっきりとした飲み口、この出汁に上に乗ってるお肉の甘みが染みて甘くて濃くてお肉の旨味も感じる出汁です。お肉は柔らかくて大きいのがたくさん入ってます。程よい甘さで美味しいですが、それだけじゃなくてごぼうと一緒に煮てくれてるので、ごぼうの苦さと味付けの甘さが牛肉ととても合います。それではアナゴの天ぷらいただきます。衣はバリバリで中はしっかり食べ応えがあるアナゴ、商品名にジャンボがついてもいいくらいのデカさがあります。それでは最後の一口いただきます。夜遅くまでやってる貴重なお店で割引券ももらえるので寄っちゃいたくなると思います。家族でも一人でも入りやすいお店なので、ハローズに行った際はぜひ寄ってみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、今日は香川県高松市にあるさぬき麺茶さんの方へ向かっていっております。それではこのさぬき麺茶さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.11 点、そして Google の点数が 3.5 点となっています。営業時間は11時から14時半まで、定休日は不定休となっています。交通手段として車で来た場合は駐車場はないんですが、から町フラッグの駐車場の割引対象にはなるので、そちらの駐車場を使ってください。電車の場合は河原町駅のすぐ横です。徒歩1分で着けます。周辺のうどん屋さんとしては綿屋の高松店であったり、バカ一台さんがある大体あの辺り。おすすめは肉玉とろろです。2020年の7月に高松の研ぎ屋町から移転してきたお店、河原町の駅ビル河原町フラッグの10階にある、とても寄りやすいお店になってます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こちらはセルフのお店になってます。天ぷらの注文方法がちょっと変わってるんですよね。こんにちは。以前さぬきうどん遍路で紹介されていた肉玉とろろの冷やしを注文します。肉玉とろろの冷やしを、はい、と天ぷらポテサラちくわお願いします。以上です。はい、はい、
ありがとうございます。はい。どうぞ右側からお渡しをお待ちください。はい。はい、いただきます。調味料こちらになりますので、あ、はい、ありがとうございます。醤油、ソース、七味、ごま、ポン酢、わさびとかが調味料コーナーにありました。それでは好きな席について食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。とても清潔感がある綺麗なお店で、壁際にくっついているカウンター席にはなんとコンセントがついていて自由に使っていいみたいです。それではいただきます。出汁は別になってるので全部かけちゃいましょう。ネギと天かすもドバッとかけちゃいます。麺はツヤツヤでツルツルの中細麺でした。伸びが良くてとても喉越しのいい麺肌です。細めな麺だけどしっかりとしたコシを感じられる、角も立ってる、はっきりとした冷やが合う美味しい麺です。とろろのおかげでよりすすりやすくなってる、うどん用の小麦粉さぬきの夢をブレンドして作って作られたうどんみたいです。ぶっかけだしはとても飲みやすい、バランスのいいさっぱりとした味です。半熟の卵ととろろでマイルドになっているのがより一層飲みやすくて美味しくなってます。お肉は玉ねぎと一緒に煮込まれているもので、甘辛い味付けがどんどん箸を進めたくなります。それではポテサラちくわをいただきます。中までぎっしりポテサラが詰まってます。衣のパリパリ、ちくわのもっちり、そしてポテサラのしっとりが合わさってとても美味しかったです。それでは最後の一口いただきます。天ぷらがカードと交換式なのも今の情勢を考えて極力接触を減らせるようにとの工夫です。河原町の商店街や河原町フラッグで買い物をする際は10階にあるのでぜひ寄ってみてください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで今日は香川県観音寺市にあるうどん屋一港店さんの方へ向かってっております。それではこの一さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.37 点、そして Google の点数が 3.6 点となっています。営業時間は9時から15時まで、定休日は毎週土曜日と日曜日です。交通手段として車で来た場合は駐車場が約15台分あります。電車の場合は最寄り駅が観音寺駅、
1キロほど離れてて徒歩約13分程度の位置です。周辺のうどん屋さんとしては瀬戸うどんさんであったりカマキリさんがあるだいたいあのあたり、おすすめは冷やかけです。店名の1にちなんで毎月1がつく日はお得なサービス。1日、11日、21日、31日は天ぷら1個無料の小八グループのお店です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらはセルフのお店になってます。この日はあまりに風が強くて危ないなって思ったので車で来ました。だから全然寒くないんですよね。ということで今日は冷たくて美味しい冷やかけのショーを注文しようと思います。いいですか。冷やかけのショーで。冷やかけショーね。はい、すみません、冷やかけのレシの方から出ますから。はい、わかりました、はい、天ぷらもなんか取りましょう。大きい鶏天にしました。それではうどん受け取ってお会計です。はい、ありがとうございます。生姜ネギ天かす52どう薬味のネギ、天かすを入れて好きな席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。カウンター、テーブル、座敷、全部揃っているお店で、レジを越えると1の日の特典とこちらお土産うどんが半額で売ってます。こちらは300円。それではいただきます。麺は程よいコシのある中太麺です。もっちりとした柔肌系の食べやすい麺でした。とても特徴があるって感じの麺ではなくて、地元の人が普段使いとして毎日食べたくなるようなうどんだと思います。だしはいりこの風味がとても豊かで深いです。澄んだ色で底の麺までだしを通して見えます。冷や系のだしはより素材の味が感じやすくて好きなんですよね。キリッとしたすっきり飲みやすい出汁でした。それでは鶏天もいただいていきます。テーブルに調味料を置いてくれているのでちょっとソースをかけて食べてみます。
ぎっしり詰まった食べ応えのある胸肉の天ぷら。淡白な胸肉だからこそソースが合いますよね。醤油でもいただいてみます。個人的にはやっぱり醤油派ですね。僕はカレーにも醤油をかけて食べるぐらい醤油が好きです。それでは最後の一口いただきます。こちらのお店の目印として、道路を挟んで真ん前に観音寺乗馬クラブがあります。道路からでもちょろっと馬が見えるので楽しいです。こちらのお店一さんは一の日がお得なので覚えておいてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、今日は香川県三豊市にあるうどん茶屋斉田さんの方へ向かっていっております。それではこのうどん茶屋斉田さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.23 点、そして Google の点数が 3.3 点となっています。営業時間は10時から17時までで、玉切れ次第終了です。定休日はなんと年中無休。交通手段として車で来た場合、駐車場が約100台分、道の駅宝田の里内にあるお店。電車の場合、最寄り駅が讃岐西田駅、3キロほど離れてます。周辺のうどん屋さんとしては、岡崎製麺所さんであったり、山内さんがある大体あなたり。おすすめは肉うどんです。道の駅宝田の里にあるうどん屋さん。この道の駅には温泉施設玉木の湯もあるので、温泉に入ってうどんを食べて直売所で買い物できます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらは注文が食券タイプのセルフのお店になってます。ということで、今日はあったかい肉うどんのショーとおでんの一本を発見します。それではチケットを店員さんに渡しましょう。お願いします。おでん取りますね。はい、おでんは厚揚げにします。味噌とからしをつけて食べますね。はい、ありがとうございます。ちょうどものがあちらにあるんで、よかったらどうぞ。はい、
ショウガとゴマがあちらにあるんで、よかったらどうぞ。はい。薬味にポッカレモンがありました。天ぷらとか唐揚げを取ってたらかけたかったですね。店内はこんな感じでてます。天井が高くてテーブルとカウンターが並ぶ綺麗なお店。それではいただきます。麺はツヤツヤな麺肌の中太麺でした。程よいコシの優しめな誰でも食べやすい麺だと思います。あったかいだしと相性のいいずるずるとすすりたくなるうどんです。だしは雑味のないいりこが香る優しい味です。シンプルで素朴な風味が美味しいです。そこにお肉の旨味が染みてきて、こちらもまた寒い時に飲みたくなるだしでした。それではお肉もいただきます。お肉は玉ねぎと一緒に炊いているほの甘い味付けの柔らかいお肉でした。玉ねぎもしなっとなっていて、煮込んでいるだしとお肉の旨味と甘みが染み込んで美味しいです。それではおでんの厚揚げも食べてみます。表面がしっかり、中はふわっとしたお揚げです。お味噌の甘さとからしの刺激がおでんに合います。もし今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして友達同僚の方に、うどん好きの方または香川県出身の方とおられましたら、ぜひこちらの動画そしてこちらのチャンネルのことをお勧めしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら書き込んでってください。普段あんまりかけないですが、ちょっと七味をかけて、それでは最後の一口いただきます。時々とても七味が合いそうだなって思う出汁があるんですが、こちらはまさしくそれでした。優しいいりこにお肉の甘みが辛さと合うんでしょうね。ぜひ皆さんも試してみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。競争した世界をこの